どうもです。私はですね、今ポーランドのワルシャワフレデリックショパン国際空港に来ております。それ今回なんですけれどもね、初めて紹介するといいますか、私も乗ります航空会社でございまして、もう後ろにある通りですね、あの LOT ポーランド航空、こちらで東京成田空港に私はね、あの戻る予定でございます。まあ、今回はね、そのレビューっていうところをお伝えしようと思っております。まあそれでね、あのこちらのポーランドもう寒いので、早速なんですけれども空港の中に入りたいと思います。もう中に入るとあったかいですね。それでもうここが LOT ポーランド航空のチェックインカウンターとなっておりまして、まあ、当然ここがあのこの LOT ポーランド航空の拠点としている、まあ、あの空港でございまして、こちらポーランドなんですけどもね、あのショパンがまあ生まれたあの国ということもありまして、もう空港名がね、ショパンの名前になっております。私が今回乗るフライトなんですけども、14時40分ですね、あの時を成田って書いてますけど、あれですね、あちらで向かう予定でございます。まあ、それ今2時間半前ぐらいなんで、もう多分チェックインもできるかなというふうに思っております。似たような時間帯でソウル行きとかね、中国の方もいたので、多分中国民おそらくあると思います。まあ、ヨーロッパを中心にたくさん、まあ、飛行機はね、あの飛んでおりますね。今回なんですけども、私は、まあ、エコノミークラスでございまして、まあ、あの LOT ポーランド航空っていうとスターアライアンスになるんですよね。だからこう ANA の SFC とか持ってたら、あのビジネスクラスのチェックインカウンターとか、そういったところはまあ使うことができるんですけども、ここがまあエコノミークラスのチェックインカウンターとなっておりますね。やっぱりこうエコノミーでやってもすごくもう全然人もいなくて、すぐチェックインできそうなんですけども、まあ、せっかくなので、あのビジネスも使う権利がありますので、あのスターアライアンスゴールドのチェックインカウンターをね、あのちょっと探して、そちらを使って私は今回チェックイン話してみたいと思います。こちらが、まあ、あの LOT ポーランド航空 のロゴとなっておりまして、90周年もうかなり歴史は長いですね。ビジネスクラススターアライアンスゴールド のチェックインカウンターとなりますね。ではここでチェックインしましょう。無事チェックインすることができました。サクッとできましたね。はい、こちらの搭乗券となっております。まあ、それでここにね、あの LOT ポーランド航空の、まあ、1929年からの歴史というふうに飛行機があの書いておりますけど、当初はこんなふうにプロペラ飛行機もだいぶ今とはちょっと変わりますね。まあ、でもここら辺まで来るともうエアバス320と結構似てるようなあの形がしてたりとかしますけども、それでまあね、もう今となれば、はい、こんなふうに、まあ、エアバスと、まあ、ボーイングというふうな機種になってきてるんでしょうね。ゴールドトラックもね、今回ありますので、せっかくなんであの使わせていただきました。ここのファーストトラックなんですけども、まあ、使える権利ということで、こんな風にまあいろいろ書いておりまして、 ANA もすごいですね。こんな風に SFC のカードとかもしっかり、これどうやってこのデータ集めたんって感じですけどね、すごいいいですね。全部 あの航空会社のなんかステータスがこう全部分かりやすく書かれております。まあ、それでここ面白いと思ったのが、あのこのファーストトラックなんですけどね、別にステータス持ってなくてもお金払えばね、なんとね使うことができるということで、こんな風にあのタッチすればね、あのファーストトラックは30ポーランドのお金になるんで、だいたい1000円ぐらいですね。めっちゃ混んでる時にはいいかもしれないです。制限エリア内入ってきました。すぐ来ることができました。まあ、それでちょっとポーランドの、ね、お金持ってますので、ポーランドお金両替してからちょっとラウンジの方にあの行きたいと思います。ポーランドは EU ですけれども、あの独自通貨がありますので、ちょっとご気をつけください。これを持ち出したらあの結構使いどころがないと思いますので。ここの空港ではキッズルームをかなりあの力入れているのが伺えますし、私今回はまああの EU をまあ出国して、当然まああの東京に行くんですけれども、あの出国をしないといけないですね、忘れてました。というわけで、あのまたあのここで、ま、EU を出国して、まあ、ゲートの前に行くという流れになりまして、今からそこに行くと思うんですけども、まあ、ラウンジもねあのたくさんありまして、ちょっと EU でね、まあ、気になるのがこう宣言のね、あの出国しちゃったらもうラウンジとか行きたかったとか行けないとかね、なんかそんなのがあってね、ちょっといろいろ調べてみたんですけども、あのラウンジがね、ボレロ、マズレクとかなんかいろいろあるんですけど、あとはポロネズとかね、いろいろ4つぐらいあるんですけど、全部これショパンの曲で名付けたラウンジということで、かなりおしゃれですね。うん、それでなんかあのマズレクってやつがあのポーランド航空のラウンジでなんで、まあ宣言出国してもあの使えるところになりますので、あそこにちょっと今回は行こうかと思っております。まだ EU 内のフライトであっても、このポロネツってところは LOT ポーランド航空のラウンジなので、まあそちらにも行くことができます。差はちょっと分かんないんですけども、まあ今回はマズレクにちょっと一回行きたいと思います。というわけで今から EU 出国したいと思います。 EU 出国しました。今回に関してはギリシャで入国して、まあ EU をねポーランドで出国という、なんかこういったのって面白いですよね。うん、というわけでそんな感じで今回はヨーロッパ EU に滞在いたしました。ラウンジ見つけました。ちょっと正直狭いですね。
はい、というわけで、でも中は広いかもしれないんで行ってみましょう。今工事中のようですね。とりあえずこうだということです。まあ、ちょっと改装中ということもあってなのか狭くて、うん、あれですね、エーゲ航空のアテネのラウンジの方がだいぶ良かったですね、うん、まあ休んどきたいと思うんですけど、まあ、LOT ポーランド航空こちらに関しては2016年かな、あの成田空港に就航しまして、今までこうポーランド、まあ、直行便というのはなく、まあ、ポーランドだけじゃなくてこの近隣の国っていうのは今まで本当になかったんですけども、まあ、あのそれがもうデイリーでね、あの成田空港からまあ行けるということで、まあ、関東近辺にお住まいの皆さんならもう乗り換えなしですぐに、ね、ポーランドはまあ理論的には来ることができると、まあ、航空券は直前で買うと高いとは思うんですけど、ね、乗ってみたいまあ路線の一つでございました、まあ、それで最近だとね ANA がまあウィーンにあの直行便飛ばしたりとか、徐々にこうね東ヨーロッパとかまあ中央とかそういったところにも徐々にこう日本から直行便が増えてきてね、あのまあ東欧とかは好きな私にとってはちょっと嬉しい限りなんですけど、今回ね、まあ、このポーランドから乗り換えなしで日本に行けるっていうのはちょっとね本当に今でも不思議な感覚ですね。食事はまあ軽めにしときましょうか。機内食もまあ 出ると思いますので、こんな感じでスープもありましたので、はい、ちょっと取りました。ちょっとボルシチみたいな感じですけど、まあ、全然赤くはなく普通の、ね、スープですね。じゃがいもの美味しい、うん、またこんなのミルク、ポーランド産のミルキークリームキャラメルかな、これ後で食べようか。こんな風にキャロットもシップスは実は食べてたんですけど、こんな感じ。これも結構ね最初はちょっとなんか変な味がしてたんですけど、なんか食べてるうちにハマっていくような、うん、味です。今ゲートの前に向かってるんですけど、まあタバコ吸うとこはあるんですけど、結構ねこの空港トイレとかも狭かったり、ここのタバコのとこ吸ってる人が多いっていうのはあるかもしれないですけども、はい、すごいあの密集地帯ですね。それで外見ればエミレーツとか、ちょっと見づらいかもしれないですけども、まあ、LOT ポーランド航空がたくさんあったりしますね。で私は今回25番ゲートになりますので、あっちになりますね。今回のゲートですね、ボーディングが13時55分トキオ、はい、あコロンボ行きもあるんですね。すごいですね、 LOT ポーランド航空は意外といろんな国都市に飛ばしてますね。コロンボって相当だと思いますけど、25番ゲートに近づいてきました。今回乗るやつはおそらくあちらだと思います。あちらで東京成田に私たちは向かいます。あもなくしたら搭乗も開始すると思います。まず6日です6日にはフランス旅行のお客様、スターアライズポテトのお客様を一列案内いたします。日本人のスタッフの方は LOT には今回はいないですけれども、まあ、日本語喋れる方がまあ日本語でアナウンスしてくれてますね。あの柔道とか書いてるんでね、なんかその試合かなんかであの日本に行かれるポーランドの方も結構いるようですね。まあ今回エコノミーなんですけども聞かれましたけど、まあ、スターアライアンスゴールドだよっていうふうに言ったらあの入れさせてくれました。結構あのトラピックス あのラベルをつけてる日本のおじいちゃんおばあちゃんの方も多くて、まあ、ツアーとかであの来られた方もなんか多そうな気がしますね。そんな方々がまあ利用するこの LOT ポーランド航空のワルシャワ成田路線ですね。こんにちは、こんにちは。こちらがビジネスクラスですね。222ですね。これがプレコですね。232になってますね。プレコもちょっとビジネスそんなに変わんない感じがしますね。それでエコノミーになると結構列が増えますね。333ですね。今回は 19J。 あ、ここのトイレの手前の一番後方の列、ここの窓側にいたしました。座席につきました。今回は 19J という、ね、あの座席になりまして、
まあ、こちらにも書いてる通りポイント787こちらで向かうことになります。座席に関しては拳1個半ぐらい行きのカーキシと同じような感じですかね。そんな座席となっておりまして、多分今日はお客さん登場 のゲートを見る限り結構いらっしゃったんで満席じゃないかなというふうに思いますね。ポーランドの人っぽい人が多いような気がします。日本に何しにいらっしゃるんですかね。それでさっきのショパン空港なんですけども、ちょっとね、まあ、今工事とかもいろいろしてて今後どんどんで、ね、快適になるかもしれないですけど、現状としては全体的になんかトイレとかも、まあ、喫煙所とかも通路とかも狭くて、ラウンジもですね、ちょっと微妙かなっていうような感じがしました日本語アナウンスはないみたいですね。ポーランド語と英語ということでしょう。日本語アナウンスありましたね。かわいい日本語、はい、こういった失礼ですね、はい、日本語アナウンスもちゃんとあります。Proszę Państwa, przedstawimy teraz Państwu zasady bezpieczeństwa i wyposażenie awaryjne naszego samolotu. Bagaż podręczny prosimy umieścić w schowkach nad głowami lub pod poprzedzającym fotelem. Państwu miłego lotu. Ladies and gentlemen, we would now like to demonstrate the safety features of this aircraft. 5分ぐらい遅れて出発となります。では、ポーランドのフラッグキャリアである。まあ、LOT ポーランドで、まあ、成田空港に帰りたいと思います。10時間ぐらいみたいですね。結構長いな、はい、イヤホンもらいました。まあ結構ね、北欧のヘルシンキはだんだんね、日本と路線っていうところは馴染みが出てきた。フィンエアとかね、あと JAL も飛ばしてるということもありまして、まあ、このワルシャワっていうところは、まあ、2016年から就航始めて、まあ、最初は週4とかで始まって今ではデイリーですからね、結構使ってるお客さんも多いということもあってそうしてるんでしょうか。意外とだからね、乗り継ぎとか、まあ、ポーランド行くっていうお客さんもいると思いますし、乗り継ぎで、ね、またヨーロッパどこか行かれるっていうお客さんもいるんでしょうね。で今日のフライトもほぼ満席なんで、やっぱり好調なんだなっていうのがこれだけでも分かりますけど、本当にびっくりですね、まあ、皆さん、LOT ポーランド航空乗ろうと思ったことありますか。税関カードもらいました。結構ね、ヨーロッパの人たちは席を立つ方が多い印象なんですけど、ポーランドも同様に結構もうまだ出発したばかりなのに立ってる人も多いですね。まあね、ルフトハンザ乗った時もなんか後ろの方行ってみると雑談してたりとかしてる人も多数いましたけど、結構やっぱりヨーロッパの方々にとってはエコノミーだと結構きついということなんでしょうかね。今回の今 CA さんなんですけども、ここで見える限りだと男性が2名、女性が2名という感じになっておりまして、大体半々ぐらいですね。まあ、結構ヨーロッパは男性の CA も多いですけども、LOT ポーランド航空も半分くらいが占めておりますね。やめとこ、危ない。というわけで危険でした。それではブルーベリージュースだったのでもらってきました。それでもう一つこちらが、まあ、ポーランドでおつまみ的なポジションのやつでしょうか。ピーナッツか、美味しそう。それでここにライトボタンがあるんですよね。そう、それでこれがCA さんを呼んだりするボタンなんですけど、すごい見づらくて分かんないんですよね、暗くて特に。
だからもう皆さん間違ってつけちゃって、あの CA さんもその青いボタンですね、 CA さん来てくださいって、もう CA さんはもう消すのも諦めてますね。そういった意味ではちょっとこの飛行機に関しては改善点があるようなものとなっていますね。まあ、決して飛行機の座席シートとかディスプレイは最新のものではないですけども、はい、こういったちょっとでかい、あんまり見たことないようなタイプのものとなっておりますね。一応タッチパネルとかも対応しておりまして、日本語も対応してます。まあ後でちょっと映画とかも見てみようかと思います。 USB もあります。まあ美味しい、やっていいなんですね。こうやって食べたくなりますね。今回はそんなにラウンジでいっぱい食べたわけではないんで、お腹も減ってきましたね。今パイロットの方がアナウンスしてると思うんですけど、全く聞こえないですね。ちょっとアナウンサー小さめです。もうちょっと大きくしてくれたら助かるんですけども。映画ですね、新作とかはアラジン、アナベルとか。アナベルは行きのトルコ航空でターキッシュで 見ましたけども、あ、残念、日本語はないみたいですね。ハンガリー映画、ヒンドゥー映画とかも、ポーランドシネマとかありますね。ポーランドも自分の国で映画とか作ってたりするんですね。結構多くてびっくりです。あ、コナンとかまああったりしますね。はい、というわけでまあ邦画4本ありますね。もちろん洋画でも日本語対応しているものはあると思いますが、そこまで多くない印象でした。まあでもこれだけあれば、まあ、いい暇つぶしにはなるんではないでしょうか。ちなみに今回の LOT ポーランド航空には機内 Wi-Fi がありませんので、強制的にもうネットはできない環境で成田に行くことにもなります。それではどれだけ倒せるかやってみましょう。今回は一番後ろの席なんで気軽に倒せますね。あ、結構行きますね。あ、これいいですね。ターキッシュより倒れてるんじゃないですかね。こんな感じ。提供ということなんですけど、皆さん立ってるのでとてもなんかカオス状態になってますけど、まもなくしたら私のところにも機内食が提供されると思います。はい、それでは機内食が来ました。ちゃんとこう ANA みたいになんか事前に写真でね教えてくれるのはありがたいですね。ただどっちもなんか微妙そうな感じがしたんですけども、はい、まあ、とりあえず妻とは別々の頼んでみましたけども、どっちが美味しそうでしょうかね。はい、じゃあちょっと開けてみようかと思います。これは妻のやつです。これはパスタ、アジア料理なんとも言えないですね。グリーンピース、米シチューみたいなやつですかね。グリーンピースが苦手な人には地獄な料理ですね。私はそんなことはないんですけど、こんな感じです。見た目はちょっと微妙かも、まあ食べてないと分かんないんで、いただきましょうか。ドリンクももらいました。一緒にコーヒーも配ってるみたいで珍しいですね。大体後なんですけども、じゃあいただきます。フォークとかプラスチックですね。お、美味しそう。でも、うん、日本でいうシチューです。肉も美味しいです。ただシチューが半分ぐらいあったら嬉しいですね。シチュー1/4、グリーンピースが1/4、まあ、ご飯が1/4みたいな構成になってるんで、もうちょっと変えた方がいいかもしれないです。グリーンピースだけはちょっとあれですね。でもグリーンピースも意外に美味しいな。これもうまい。ツナとリンゴとあとは玉ねぎとか入ってるサラダだ。まあね、サラダといっても英語はちょっと微妙かもしれないですけど、マヨネーズも入ってて、おにぎりのシーチキンが好きな人は好きだと思います。これ結構おいしい。あ、パンは冷たいやつですね。あ、これはや後でゆっくり食べます。結構おしゃれに作ってますね。これ何でしょう。ピクルスですね。ただもうちょっとボリュームがあった方がいいかもしれないですね。ちょっとなんかシンプルな感じですね、夕食の割には。まあそんなね、LOT ポーランド航空の食事でございます。まあ悪くはないです。ちょっと上から目線ですけど、食事食べられたらもう出発してから2時間ぐらい経ってるみたいですね。まあ、残りはあと8時間といったところでしょうか。ポーランドに関しては17時5分でございますけど、日本の時間に戻しておきましょう。
はい、日本はまあ夜の1時ということなので、私もあの東京着いたらちょっと用事がいろいろとありますので、あんまり眠かないんですけども、まあ、日本の時間に合わせて、ね、あの行動していきたいと思います。トイレにやってまいりました。あ、トイレはでもすごいあの綺麗ですね。めちゃめちゃ。たまたままあね、直前に掃除されただけかもしれないですけど、だいたいまあこれぐらい、ちょうど真ん中ぐらいの時に来たら、ね、めっちゃ汚れてるなんてよくあることなんですけど、めちゃめちゃ綺麗ですね。はい、というわけでトイレはこんな感じでございます。あと5時間ぐらいで、まあ、到着、まだ半分ぐらいですね。ラーメンがまさか後ろであって、めっちゃすごい人でしたね。皆さん立ってもう後ろで大宴会してましたけどねやっぱりこう座っとくのがきついって人もなんか多いような気がしますね。でこんな風に、まあ、夜食ということで親方って書いてますけど、こんなラーメンがあるんですよね。しかもこれどこが作ってると思ったら味の素が作ってる。味の素で日本でラーメン作ってましたっけ。まあ、あの味の素はまあ世界で売れている調味料ですけども、まああのね、ヨーロッパとかでもこんな風に売ってるんですね。初めて見ました。またチョコレート、はい、これをちょっとね、今からいただきたいと思います。お箸もありました。ではいただきます。うわ、漏れてるじゃん。日本製ですけども、あの紙はもうボロボロですね。あの持ち上げたら漏れるんで、あります。この味はまあまあ美味しいですね。ちょっと伸びすぎたですよ。日清のは美味しいですけど、まあでもこれが空の上で、まあ、あのポーランドで食べれるのであれば全然いいですね。うまいです。じゃあこれもいただきます。これは間違いない、美味しいです。というわけでこんな夜食でした。これはちょっと早く食べないといけない。明るくなってきました。あと2時間ぐらいしたら到着です。今は中国、まあ、上海とかそれぐらいのところにあの来ておりますね。はい、こんな感じ。というわけで私はね、結局あんまり寝ることはできず、ほとんど寝てないですね。2時間ぐらいかな。あとはコナンとか見てたりとかとこしておりました。まあまあでもそこまで疲れてもなくって感じですかね。寝てる時に充電器をちょっと落としてしまって、一番後ろの席でなければまあ後ろの人に取ってもらうことになるかもしれないんですけども、ちょっとねここは特殊でなんか微妙にスペースとか空いてたりするんですよね。だから後方の座席でなんか物落としたりしたらちょっと面倒くさいかもしれないですね。今ちょっと取ることできないんで、まああの到着したらちょっと自分で取ってみようかと思う。最悪まあ CA さん呼んで取ってもらおうかと思うんですけども、ちょうど今2回目の機内食、まあ、着陸ということで、まあ、朝食になるんですかね。はい、あのそちらが今配られております。朝食を開けてみましょう。はい、というわけで、おこれはクレープって言いたいんですかね。これはちょっと珍しいですね。大体ね、あの卵で来るところが多いと思うんですけど、朝食っていうとこれはちょっと嬉しい。ポーランドでも結構こうクレープとかなんかそういったのをデザートで売ってたりとかしてたんで、あこれは嬉しいですね。しかも美味しそう。はい、それで他は、まあ、サラダとフルーツ、はい、いただきます。朝コーラにしました。うまい。結構中はクリームチーズが入ってますね。こんな感じ。思った以上に甘いですけど美味しいです。しかも綺麗に切れて、なんか綺麗に食べれるのとポイント高いですね。もう最後まで、まあ、ヨーロッパを楽しむことができますね。このでっかいチーズもいいですね。日本だと結構高そうなやつですけど、普通にやっぱりレベル高いです。まあ、朝食はこんな感じでございました。はい、あの先ほど上海って言いましたけども、あの厳密に言えばウラジオストクら辺みたいですね。なんかさっきちょっとちらっと陸が見えましたけども、本当に自然しか見えず、あの素晴らしい、だんだん朝日も出てきていい感じですね。というわけでこちらちょっとゆっくりいただきたいと思います。
まもなくしたら、まあ、成田空港に到着ということで、ちょっとフライトマップを、あの雑誌あるんですけども、はい、こちらちょっと見ていこうと思います。ヨーロッパ各地は本当にたくさん飛んでいまして、大体まあもう日本人が、まあ、行きたいような都市っていうところは就航しているのかなというふうに思います。まあ、それでもっと大きいマップを見てみると、まあ、ワルシャワを拠点にですね、まあ、あの東アジアだと東京、ソウル、北京新空港、大興空港、こちらも就航予定みたいですね。あとは北京、あとバンコク、プーケット、ホーチミンなど、まあ、そういったところに就航させているというわけで、ワルシャワ経由で、まあ、別にワルシャワがね、まあ、最終目的地じゃなくてもこちらのヨーロッパ行く場合でもインエアとかと同じ、ね、あの戦略だとしたら、あのまあ経営してね、いろんなところにヨーロッパ各地にあの使ってくださいよみたいなね、あのことができるんで、まあ、LOT ポーランド航空としてもそういったことをですね、ちょっと目指しているのかもしれないです。ただ今のお客さんを見た感じだと、日本人があのヨーロッパ、例えばロンドンとかパリとか行ってきましたよっていう雰囲気の人はそこまでいないような気がしますね。日本人の人は大体2割くらいのお客さんで、乗ってる人もほとんどなんかポーランドの、まあ、人のような気がします。はい、なのでまあ皆さんも直行便で、まあ、使っていくんでしょうかね。ちょっとね、あの見た目だけでは全然判断できないんですけど、こんな風に感じることができますね。 LOT ポーランド航空なんですけども、まあ私も航空券とかよく検索してるんですけども、なんか冬とかはね結構安い航空券が売ったような、ヨーロッパまでなんか往復7万円とかそれぐらい確かあったような気がしますけど、まあ、比較的、まあ、お安い航空券もセールとかだと、まあ、出てるのかもしれないですけど、どうですかね。なんか皆さんもし過去にあの LOT ポーランド航空でこんだけ安いのが出てたよとか、なんかね、そんなの情報あったらぜひとも教えていただきたいんですけども、デイリーで飛んでるっていうのは結構、まあ、使いやすいですね。これが例えば週、ね、あの3とか4とかだったら微妙に使いづらいかもしれないですけども、デイリーだとね使いやすいと思いますね。だんだん日本の街並みが見えてきましたね。長距離線あるあるだと思うんですけども、今まで全然眠たくなかったんですけども、着陸直前にめっちゃ眠くなって今まさにその状態です。はい、というわけで、あのもう本当に間もなくしたら成田空港に到着です。長距離フライトの割にはあのなんかまあ一瞬で着いたな、だんだん私もなんか長距離フライトであっても全然動じなくなったということなんでしょうか、分かんないですけどもね。ポーランドからこの成田空港に、ね、乗り換えなしで来てるっていうのはちょっと不思議で仕方ないですね。朝9時の成田空港でございます。モバイルバッテリーがありました。よかった。時間ぐらい、はい、アジアの飛行機787、お疲れさんでした。今回はね、あのポーランドのツアー会社と、あとまあこう柔道空手かな、うん、この2つの多分あの団体が来てるということで、ほとんどお客さんはポーランドの方々でしたね。今から日本に入国します。あー眠い
もうすでに荷物も受け取りまして税関も、はい、通り抜けました。いや本当に何度も言ってるとは思うんですけど、ポーランドからここのね成田空港に直接来れるとなるとすごい便利だなというふうにね思いますね。まあ、今までこうどうしてもそこの東ヨーロッパとか、まああのね、中央とかそこら辺に関しては乗り継ぎで行かないといけないところだったんですけども、それがね直行便に来るということで、まあ、あのポーランドで仕事されている方とか、まあ、ポーランドお住まいの方とかはねすごい便利なんじゃないかなというふうに思ったりもいたします。まあ、それでまあ感想といたしましては、まあ別にこうペットボトルの水とかもらえたりとか、アメニティもらえたりとかそういったことはなく、まあ、シンプルなサービスでございまして、ね、行きはターキッシュエアラインズで来たんで、どうしてもそれと比べちゃうと、まあ、サービス面っていうところはね若干劣ったりはするますけれども、まあ別に特にも不満にはないので、まあ、安かったり乗り継ぎとかがねすごい噛み合わせがいいのであれば、まあ、利用してみる価値はあるのかなというふうには思ったりもいたしますね。ただ若干まあご CA の方々が、まあ、国民性かもしれないですけども、一般的なこうフレンドリーな感じではなくてですね、まあ、それもそれで面白いんですけども、なんか お堅い感じな感じでして、まあ、それもなんかちょっと、ね、ポーランドの国民性なのかなというふうに思ってね、まあ、なかなかね貴重な飛行機の中でしたね。またなんかこうロシアとは違った雰囲気でしたね。まあ、この動画面白かった、役に立ったっていう人はぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。またツイッター、インスタグラム、ブログやってますのでフォローチェックしていただければ非常に良いです。まあ、こんな感じでね今回は LOT ポーランド航空っていう、まあ、日本に就航している中でもちょっとこうマイナーなね航空会社に乗ってましたけども、こういったどうですかねマイナーな航空会社を攻める日本発着のね、まあ、成田空港なんてたくさんまだまだありますからね、私が乗ってないレビューしてない航空会社っていうところはね、なんかぜひもなんか皆さん乗ってほしいものとかね、そういったものがあるのであれば教えていただければと思います。まあ、こんな感じで今回動画終わりたいと思います。それでは。